福島第一原発の処理水を海に放出した影響が県内にも及んでいます。行政機関などには中国からとみられる迷惑電話が相次ぎ、漁業関係者の間には中国による海産物の輸入停止によって不安が広がっています。こちらは先週金曜日、富士市役所の代表番号にかかってきた中国からの迷惑電話とみられる音声です。たった今、処理水の放出が開始されました。福島第一原発で処理水の海洋放出が始まってから、福島県などを中心に中国からとみられる迷惑電話が各地で相次いで確認されています。特別富士市、静岡県が今回の処理水に関係しているわけではないので、なぜだろうというのが正直なところでした。県内では県庁や函南町役場のほか、ホテルなどでも中国からとみられる迷惑電話が確認されています。さらに深刻な影響を受けているのは、中国とビジネスを続けてきた海産物の業者です。ここがもうマイナス60度になりますね。この辺がバチマグロですね。いろいろですね、上がビンチョウマグロあったりとか、もうマイナス60度で管理してます。焼津港などで水揚げされたマグロを加工販売する焼津市の海進は、加工したマグロの1割程度を中国に輸出していました。中国の輸出に関してはやっぱ本マグロですね。で、本マグロって言ってもやっぱもう脂が乗った、大トロの部分ですね、がやっぱ一番の需要にはなってますね。中国は福島第一原発で処理水を海洋放出したことに反発。日本からの水産物の輸入を全面的に停止したため、海進も取引がストップしています。ちょっとやっぱ不安で日々考えていかないといけないのかなってところで、具体的なやっぱ、答えはまだ出てない状態ですね。全体の売上を考えていきますと、そうですね、そこまで大きくはないんですけど、ただやっぱその亡くなった1割をどういうふうにやっぱやっていこうかっていうところは課題にはなります。中国への輸出がストップすることで懸念されるのが国内市場への影響です。熱海市伊豆山で伊勢エビやサザエを取る漁師の松本早人さんは、中国向けの商品が国内で流通することで値崩れを起こすのではないかと懸念しています。静岡県のやっぱり水産物の値段が下がったりとか、そういった影響がちょっと懸念しているような感じですね。海洋学の専門家は、処理水の放出による人体への影響はないとした上で、水産業の販路の見直しをするタイミングだと話します。中国の輸入禁止措置を受けて、国内でしっかりと消費体制を整えていく、国内の魚を安心だという認識のもとに消費体制を整えていくということは、今未来のに対する国内の水産業の新たな展開に、そのきっかけ作りになっているんだと思います。しなければいけない。処理水の海洋放出は今後30年程度は続く見通しで、中国との関係をどうしていくかという課題が突きつけられています。